そこに根本要っていうのがいるんですよ、はいはい、リーダーなんですけどね、はい、根本さん、はい、それともう僕30年以上の付き合いなんですよ。ああはい。それで、はい、今日僕がここへ来るときに本当に彼も連れてこようと思ったんですが、はい、彼は違うところでライブがあって来れないんですよそうですか。それでね、はい、ついた僕がここへ着いたときに、はい、根本要の使いのものですという方が来られまして、はい、降りたときに荷物いっぱい持ってきてくれましてね、はい、差し入れですよ、はい、で彼はあのミュージシャンだから、はい、ラグビーの人たちがどれくらいなんか物を食べるか、はい、どれくらいの物を差し入れしてるか分かんないもんですから、はい、まあそんなことでした、はいはい、全然あの関係ないですけども、いやいやいや、あの私ら同様スターダストレビュー根本要よろしくお願いします。はい、はい、もうこういう全く予定されないことを喋るのが松尾由里さんです。しかしレジェンドです、日本代表キャップはいくつありましたね。とにかくウェールズ戦との大接戦とか、と釜石7連覇の中心選手とか、ありがとうございます。もうとにかく話せばキリがない偉大な元スタンドオフ。そしてもう一方真ん中に座っていらっしゃるのが熊谷が生んだスター、はい、神戸製鋼、現役時代は熊谷工業から明治大学、そして神戸製鋼大活躍をされて、神戸製鋼7連覇の時の中心選手の一人ということでね、加藤博永さんです。加藤です、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。で、そんなことでまず宮地さん、宮地さん、はい、宮地和美さんは産業電機でずっと見ていらっしゃいました。そして、第1回ワールドカップの監督の時には松尾さん出てましたよね。出てません。出てない。はい、第1回出てないんだ。出てないです。あ、そうかそうか、失礼しました。もうあの引退しておりましてですね、その後ですから。そうか。そうなんです。あ、際どく引退をされてたんですね、はい、そうなんですね。あ、そうするとやってたらニュージーランドに 100点以上つけられて負けた時ですからね本当に良かったです。あ、いえいえいえ。宮地さん、第1回ワールドカップの話で私今までも何回か伺ったことがありますが、振り返るとどうですか？あとね、あの人はだいぶ変わってますよ、はい、全てが、はい、で、あの宮地さんとはあの3年前のね、日本代表が南アフリカに勝った時にも実はパブリックビューイング熊谷でやったんですよ。その時にお話を伺いました。素晴らしかったですね、あの3年前は。そうですね、本人さん、うん、あの時宮地さんがおっしゃってた本当にシンプルで正しいコメント、ジャパンは誰もサボらなかった、おっしゃったんですよね。80分間本当にそうでしたよね。はい、何かおっしゃってください何かをおっしゃっていただかないと私なんか言った気になっちゃいますけど、ええ、そういう素晴らしい戦いを来年また期待したいわけですけども、松尾さんは来年のワールドカップに向けてまずどうですか？いや、本当に日本でね、ええ、あの行われるとは思っても いませんでしたし、はい、本当にびっくりしてますしね、はい、まあ、日本で12カ所でやるんですよね、ええ、本当に楽しみにしてますよ、うん、でも日本のラグビーはだいぶ変わりましたし、はい、だいぶ強くなりましてね、はい、我々の時代とはもう全然違うね、はい、まあ、パワーのあるラグビーですから、うん、まあ、本当にその勝ち負けっていうことについてはね、はい、それは結果ですから、うん、でもその勝つか負けるかっていうことよりもどれだけその日本らしいプレーを出せるか、はい、どれだけ本当にその準備をしていいゲームができるかというね、はい、そういうところに本当に僕ラグビー関係者っていうのは期待をしてるんですよね、はいはい、とかくね、やっぱり勝たなきゃどうだとかって言われますけれどね、はいはい、まあ、勝ち負けっていうのは最後に、まあ、結果としてであるわけで、その前にね、どれだけにその一生懸命そのプレーをするかということ、うんうん、それが大事だと思いますね、はい、加藤さんもうなずいて聞いてらっしゃいますが、はい、加藤さんはどんなふうに考えてらっしゃいますか？やっぱり松尾さんと思いは一緒で、はい、で私自身は15人制の方のワールドカップには出場してないんですね、はいはい、ただ7人制の方のワールドカップには、はい、まあ、プレイヤーとしても指導者としても出場はしてるんですけども、はい、やっぱり勝つと全てが許されるというか、あ、全てが正しくなる
うん、ミスも許されちゃう、うん、でも先ほど松尾さん言われた通り、結果が出る前に何をやったかっていうことの方が大事じゃないかなと思いますし、そうですね、結果が出る前にそれこそ、プレイヤーたちが頑張ってたとしても、はい、スタンドが盛り上がってないと、あ、結局はそのゲームっていう興行は盛り上がらないですから、やっぱり多くの観客の方がスタンドに集まっていただき、日本代表じゃないかもしれないですけど、熊谷で開催されるゲームは、はいはい、そういうゲームを、一緒になってプレイヤーと一緒に戦って、うん、一緒になって楽しんでもらえたら一番いいんじゃないかなと思いますね。そうですね、はい、まあ、加藤さんの場合には本当に地元で育たれて、加藤さんが高校生ぐらいですか、まず熊谷ラグビー場ができたのが、ラグビー場が最初にできたのは、はい、もう私神戸製鋼に入った頃でしたか。入ってました、はい、間もない頃ですね。で、その地元に熊谷ラグビー場ができたというその話っていうのはどうでした、聞いてて。いやいや、それはもう、うん、嬉しかったですし、まあ、できる前にいろいろと相談されていまして、はい、アドバイスをくれということで、いろいろアドバイスをして、座席の位置をこうした方がいいんじゃないかとか、ラグビー熊谷のラグビー場はすごく高かったです、ポールが高かったですけど、そうですね、はい、そういうポールを高くした方がいいんじゃないかというような選手ながら、はい、大学生出たばかりぐらいですけども、アドバイスさせていただいたことは覚えてます。そうですか、はい、いや確かにね、宮地さん、今新しくなった熊谷ラグビー場もっと高かったですよね、ポールがね、ここはですね、でも今日10時からちょっとなんか見せてもらったんですよ、はい、はい、見学会、はい、見学会、はい、行ってきました、はい、どんな感想を持たれました？素晴らしい、うん、宮地さん、はい、マイクはここに持ってなきゃしまないからお願いします、確かにそれは弱ったし口のそばに、はい、近づけない、はい、まあ年寄りいじめない、 いやいやいや、もう何しろ日本代表の合宿の時でもね、もう宮地さんがもうみんなを笑わせてくれるもんですから、きつい合宿もね、はい、笑って過ごせましたよ。過ごせました、はい、ああ、だって顔見るだけで面白いでしょでみんな朝から宮地さんがわーっと来ると、はい、なぜか笑うんですよね。ああ、それは本当にそれ夏でね、はい、普通みんな日焼けしてほら皮がむけるじゃないですか、はい、宮地さん一番初めにむけるところが鼻のここなんですよ鼻の裏、鼻の裏、おい松尾、今年もここから先に向けたぞって言ってね何を言ってるのか分かりませんがよう覚えてんなって今おっしゃってマイクでちゃんと喋ってるんだ持ってた方がいいですよ、はい、持ってましょう、はい、そういえばさ、はい、山陽と神戸製鋼でしょ、はいはい、で釜石、神戸製鋼がさ、はい、なかなか試合が終わんないでさ、はい、山陽が負けたんだよね、はい、その試合覚えてます、はい、渋谷宮で、私あの時インタビュアーでしたから、あの時宮地さんテレビでさ、はい、映っててさ、はい、もう本当かわいそうでさ、僕ら宮地さん見て泣いちゃったもんね、試合がうんぬんじゃなくて、はいはいというのは皆さんこれで分かる方はね、あれですけど、神戸製鋼が3年目の優勝ですね、3連覇の年ですね、3連覇の年に、当時神戸製鋼にいたイアン・ウィリアムスという選手の劇的なトライとゴールで山陽の優勝の夢が消えたと思い出したくもないでしょう、宮地さん。いや、もういつも思ってます。あ、そうですかなんかね、釜石の7連覇、神戸製鋼の7連覇、はい、それに協力した山陽です常に決勝戦の相手としていましたんで、そうですね、すごいチームなんですよ、はいはい、まあしかし今はパナソまあサントリーとね争ってるけど強いですよね、パナソニックは今は、うん、まあ、今どこともそうなりましたそうですね、松尾さんは今日初めていらっしゃってどうですか、このスタジアムは。いや、本当に素晴らしいスタジアムでね、うん、びっくりしましたよ、うん、先日釜石行ってきました、はいはい、釜石も見ましたけれども、はい、やはりちょっと違う、ね、うん、感じですよね、はい、
で加藤君のアドバイスで作ったやつは取り壊して今度こっちで素晴らしいのができました。それはそうですよ、新しくしていただかないやっぱりね、その辺 のセンスのいい人が作ったんでしょうね。はいはい、そうだと思います。いや本当びっくりしました、これは素晴らしい。あ、そういえば松尾さんと加藤さんって大学の先輩後輩かぶってはいないけど。そうなんですよ、こっち師匠今日も来ても全然最初にパンと飛んできて普通挨拶するでしょ、全然挨拶しないの、松尾が来たなみたいな顔しててね。え、まあ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 、まあ、そうなんですよ、はい、バカにしてるんです。僕がラグビー始めた頃の憧れの人ですから。そうですよね、はい、残念ですけどこの人は憧れて私スタンドオフをずっと目指頑張ってやってたんですから。あ、でも目指さない方が良かったのかなって加藤のイメージセンターですけどスタンドオフもやったんですね。はい、基本はもうずっとスタンドオフです。あ、そうだったんですね、神戸戦も入ってから、センターという感じですが、運動能力ありましたからね、しょうがないですよこれは。しょうがないですか、いやだけど松尾さんの運動能力はみんなもう、もうポンコツですよ。そうですか、でもね、ラグビーってね、はい、皆さん本当によく分かってると思いますけど、はい、ラグビーっていうのはまず最初に教わるのはね、はい、子供の頃ですよ、はい、ラグビースクールでも小学校でもどこでも中学校でも、はい、最初に教わった時に何を教わるかっていうとね、うん、ボール一人じゃ何もできないってことを教わるんですよ。あ、ね、おい松尾お前なんかちょろちょろやってみたら、じゃあお前ほらやるから何かやってみろって言われて、いざ自分がボール持ってグラウンドで、はいはい、じゃあ何するんだろうなと思って、うん、ね、何もできないわけですよ、はい、だからね、はい、仲間がいるわけじゃないですか、はい、で仲間でやっぱりもうこれは俺はここまでしかいけないからあと頼むぞと、うん、いうことですよね、はい、だから僕はそのラグビーっていうそのスポーツね、はい、今から思って本当にラグビーやっててよかったなと思うし、そのラグビーというスポーツの素晴らしさっていうのをね、この65歳になってやっと分かりました、はあ、ということです、まあ、早いですね気づくのは本当そうだろ、まあ、人間社会がそうですもんね、一人じゃ何もできないですもんね、はい、そうなんですよ、それをね、ただマスコミの方がね、はい、いや釜石が松尾だなんだね平尾だなんだというそういうの言うからおかしくなっちゃってあってね、はあはあ、本当にそうなんですよ、だって、うん、宮地さんの時代はですね、はい、スクラム組んで、はい、1試合にボールを1回持つか2回持つかっていう時代ですよ、はい、本当にそうですよね宮地さん、はいはい、宮地さん1番ですよね、はい、1番、はい、そうですね、はい、だからね、本当にそういうことをねやってる頃はね気がつかないんですね、あ徐々に徐々にそうやって自分が大人になっていくにしたがって分かるんですよ、うんうん、ラグビーフットボールというねスポーツの素晴らしさ、私は観戦するだけなんですけども、はい、そういうことは感じながらずっと見てきたつもりです、はい、私もねそういう一人で松尾さんというスーパースターがいてもやっぱり釜石が強かったのは他の14人が素晴らしかったっていう、いやスーパースターなんていうそれはただ言ってる人が言ってるだけで、あ、すいません、はい、そのね本当にみんなが一人一人のポジションがあって、はい、一人一人がやるべきことをきちっと やって、うん、そしてさっき言ったようにボールをね、うん、つないでつないでつないでね、はい、みんなでつないでいってトライを取る、はい、あの3年前のワールドカップの最後の試合がそうですよ、そうでしたね、あの試合なんか絶対誰が見ててもゴールキックを狙うというのが、はい、絶対に常識的な判断ですよ、うん、あれをスクラムを選択して、はい、そしてもうみんなでつないでつないであれどこまでつなぐのかっていうぐらいつないで、そうでした、最後にね、はい、コーナーへトライする、はい、もうあれぞまさしくその日本のラグビーであり本当の世界のね、はい、ラグビーの最高なトライシーンだったんだと僕は思ってますね、はい、全くですね加藤さん、はい、そうですね、そうだかなと思います、加藤さんのいた頃の神戸製鋼の V7 もやっぱり釜石とは違うけれどもそういったこう、はい、なんかボールのつなぎっていうものはすごく感じましたけどもどうですか、そうですね、うん、本当にそこに対してのスキルがどんだけ大事かっていう部分もあるんですけども、うんうん、はい、何よりも、ね、仲間に支えられてるっていう自覚がやっぱり一番必要 でそれを分からせてもらえる、一番のスポーツがラグビーじゃないかなというところは松尾さん言われてる部分じゃないかなと思いますし、逆に私もスタンドオフというポジションをずっとやってましたけども、はい、どんなにいいスタンドオフ
いたとしてもフォワードからいいボールが出てこないと、宮地さんがいいボールを出してくれないと、はい、変な役にも立たないんですよね。で逆にね、いいボールを今度外に渡していくのがスタンドオフだったりしますんで、はいはいはい、いろんなところでオーガナイズしていくというポジションじゃないかなと思いますので、あのそこの部分が優れてた松尾大先輩じゃないかなと、はい、何しろね、俺たちスクラムなんか組んだら死んでるよ。そうですね、本当にそうだと思います。本当にだからね、はい、そういうことなんですよ。はい、そうですね、みんながね、もう尊敬し合ってるっていうか尊敬し合ってるスポーツなんですよ、はい、その辺がね、宮地さん、あのフォワードの第一ですね、現役時代は支えてらっしゃった、もういいボールをバックスに供給するんだというそういう使命でしたか。まあそうですよね、うん、ただまあボールがバックスに回る、はい、松尾がボール持つ、はい、だから僕らやっぱりスクラム組んでてパッとブレイクした時にどういう状況なのかいうことが非常に楽しみやったんですよ、はい、どういう状況なのか非常に楽しみだったとマイクを話しながらおっしゃってました。はい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 、そういうことです、はいはい、なんか紐かなんかないかよ。ただ下げといた方がいいです。宮さん手のアクションが大きいからついついマイクが外れちゃうんですよ。持ってます持ってます、まあ、大丈夫ですか。まあそういうことで、ね、これマイク外れちゃうんですよ。そのやっぱり状況判断で僕は非常に楽しんでたんですよ前で、はいはい、松尾がさっき言った試合でボール1回間持てない言うけどもね、はい、僕は持てなくてもその状況を楽しんでいかに役に立つところへ動いてたんだ、うん、あそれが非常に楽しみやったんですよ。あ、はい、だからトライをするっていうのは最後にボールをもらって、はい、ね、相手の陣地でつけることだけじゃないですか、はい、その前にね、やっぱり何回も言ってるように、フォワードであればあのボールは俺が出したんだぜ、うん、俺がね痛い思いをしてやっぱり飛び込んでっていうあのボールを味方に出して、あのトライは俺がボール取ったんだぞって思うその気持ちだけで十分なんですよね、うんうん、はいはいはい、その辺がだから僕らは、もうパスした後大体ウィングとかセンターとかウィングパスした後にドカーンとタックルされて、痛いなと思うんだけども、その痛さもやっぱりそれで吹っ飛んじゃうわけですよね。あ、ウィングがトライをすればトライをしてくれて、やっぱりそういう風なことでラグビーっていうのをやってたっていうことですよね、おそらく今日いらっしゃる方多くの方がそのラグビーの魅力ご存知だと思いますが、今日初めてそういうことを分かったという方、そういう点にね、お三方注目しながらラグビーを見ててほしいですよね。そうですね、そうですね、はい、さて宮地さん、来年のワールドカップに向けて宮地さんからメッセージをまず送ってください。まあ頑張ってほしいですよ。はい、頑張ってほしい。我々もう何もできないけどもね。いやー、宮地さんの熱いエールっていうのはね、本当に松尾さんじゃないけどリラックスさせると思いますよ、選手を。はい、お願いします。いや、頑張ってほしいです。はい、松尾さんどうですか。はい、あのね、ともかく一人一人の力っていうのはすごいなっていうのを今回改めて感じたんですね、はい、釜石行って釜石の競技場ができて、ええ、みんながもうコツコツやってきたことが実ったということですよ、ですから昔からね、我々の先輩がよく言ってましたよね、もう大きなことをやるのも小さいことからコツコツやんなきゃできないんだよって、だから言ってたことが本当に今現実にそうなってるのを目の当たりにして、やっぱり皆さんの力、個々の皆さんの協力がなくして、ワールドカップの成功はないと思ってますから、本当にあの我々、私もできる限りのことをやりますし、あの一人ずつがそのラグビーのね、話題に触れてもらいたいなとこんな風に思ってますし、皆さんで成功をさせましょう。はい、お願いします。そして、ね、もう熊谷地元の加藤さんとしては、もう今日いらっしゃってる方多分みんなワールドカップの熊谷会場来てくれると思うんですが、一言お願いします。楽しむのはプレイヤーだけではないので、ぜひ、日本のラグビー界を盛り上げるためにもね、多くの人たちがラグビーワールドカップを楽しんでいただけたらなと思いますし、いろんな先ほど松尾さんの方から12会場あるというところで言われてますけども、何よりも
一番熱い熊谷が、うん、ラグビーの応援も一番熱い熊谷になってほしいなと。うまいね。いえいえ、先輩の後輩ですんで。と思いますんで、まあ、はい、そういった部分をね、楽しみにしてたら、していたいなと思います。はい、ぜひ皆さん、熱い声援をこれからもラグビー界に送ってください。ありがとうございました。どうもありがとうございます。ありがとうございます。宮地克美さん、松尾裕二さん、そして加藤博奈さん、偉大なレジェンドでございました。皆様、どうぞ、レジェンドの皆さんに大きな拍手をマイクとお送りください。松尾さん、加藤さん、宮地さん、ゆきよさん、ありがとうございました。さあ、来年の熱がどんどん高まってまいりました。よろしいですか？ご案内しましょうか。大丈夫ですか？さあ、レジェンドの皆様によるトークショー、もう本当に貴重なトークショーお楽しみいただきました。それではこれよりラグビーワールドカップ2019開催1年前イベントセレモニーに移らせていただきたいと思います。それでは皆様ご登壇ください。さあ、先ほどのトークショーで来年への期待がますます高まったところで、ここで1年前イベントを執り行いたいと思います。日本一熱い熊谷をもっともっと熱くしたい、そういった思いがこもっているのではないでしょうか。